私は朝ごはんにアボカドトーストをよく食べます。その理由はアボカドには肌荒れや傷に効果的な成分がたくさん含まれているから。それに朝ごはんにフライパンを使わなくて調理ができるのでとってもおすすめです。皆様もぜひやってみてね。モーニングルーティンいかがでしたか？私はいつも最後こうやって公園に来て10分間くらい読書をして、深呼吸をしたりして、公園の時間を楽しみます。体内のリセットになるし、なんか一日のすごく元気なエネルギーが溜まる時間になるのですごくおすすめです。ということで来週は、大使のトレーニングムービーになると思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。私もね、結構大使のトレーニングメニューをやるんですけれども、すごく勉強になるし、男性の方も女性の方も明日からてか今日から取り入れられるすごくいいメニューだと思うので、楽しみにしていただけたらなって思います。ということで皆様、日曜日までちょっと楽しみに待っていていただけたらなと思います。じゃあ見てくれてありがとうね。バイバーイ。